富山市郷土博物館は、富山県富山市本丸の富山城志公園内にある、公立博物館である。また同じ城志公園内に近接する、佐藤記念美術館の運営も一体で行っている。日本博物館協会、全国歴史民族系博物館協議会、富山県博物館協会会員。外観から、通称、富山城と呼ばれる。 富山市のランドマークの一つで、富山産業大博覧会で使われた展示会場を、博覧会終了後に、富山市郷土博物館として開館した、富山市で最初の博物館である。常設展示では、戦国時代から現在に至るまでの富山城と、富山周辺の歴史について知ることができる。他に企画展が開催されている。 1954年の富山白記念写真帳に収められている写真。現代は富山城と観光バス1954年の富山白記念写真帳に収められている写真。現代は富山広正門前アメリカ軍の爆撃により富山市は怪人に返し約10万人が被災した。そして戦後復興のために人々の努力が続いていた。 復興事業が、ほぼ完了し、記念に行われたのが1954年4月11日から6月4日、富山城市で開催された富山産業、大博覧会であった。ポスターによれば、富山県と富山市の主催、魚津市産加、国鉄公園であった。通称、富山博と言われ、会場は、富山市城市公園付近一帯と魚津会場を、設けて、 観覧時間は午前8時30分から午後5時30分までであった。47万人が入場した。4億円の予算で、電気、薬を展示の売り物とし、自治体館として、東京館、北海道館が設定された。建物の外観は、彦根城や犬山城など、全国の現存天守を参考に、デザインされた、傾聴様式で、会期中は、 美の殿堂として美術展などが開かれていた。構造は複合連結式暴漏型34階22階で RC 作りである。当時は天守展望台から富山市街は元より北アルプスや富山湾まで見渡すことができた。模擬天守はその時に復興のシンボルとして作られた記念建造物であるため、その後多くの人が親しみを込めて富山城と呼んだ。 富山市郷土博物館公式ホームページ、富山地方鉄道富山機動線富山地方、鉄道バス市内周遊ぐるっと、バス南回りルート上市公園バス停下車徒歩約3分、富山市立郷土博物館と表記される印刷物も、ある。ABC、富山市市通詞、下館1253ページ。昭和、あの時アルバム編による、了解上の写真が掲載されている。 ありがとうございます。